皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエビルダーズ2やっていきましょう。今回はクリア後の世界コードプレイでダイスアフレコでお送りします。クリア後でなくてもいけるところなんですが、まずまだ行ってなかったので、ここ白 G がいつもいる一番上から降りていくと行けるなんか秘密の部屋みたいなのがあるんですよね。体験版でも入ることはできたらしいんですけど、今回は今持ってるハマーだと壊せるので入りたいと思います。ちょっと覗ける感じにはなってたんですけど、ここの中、おー、びっくりした。何があるのか探索してみます。本だ。引っ張られ遠ざけられと書いた本がある。読みます。この本を読む者よ、引っ張りの極意と遠ざけの極意は学んだであろうか。引っ張りマグネ横、遠ざけマグネ横もそれ単体では使えない。反応するのはマグネブロックだけなのだ。これマグネブロックについて書いてありますね。さらにマグネブロックはなんと好きなように見た目を変えることができる。見た目の変化は実際に作り出した時使い方を示してくれるだろう。へえ。そしてで終わってる。ひらめいた。これレシピなんだ。マグネブロック。ビルダーパズルとかにも何個かありましたよね。え、他には?私ここ白 G の部屋だと思ってたんだけど、違うのかな?引っ張りの極意。はい。人は引っ張られる生き物である。大地に引っ張られ、恋人に引っ張られ、そして運命に引っ張られるのだ。ああ、自分は理不尽に引っ張られるのはもう嫌だ。自分の意思で引っ張り引っ張られたい。大丈夫かな?研究を重ねて成功した。実際に使って効果なほどを試してみるといい。運命という理不尽な引っ張りにも負けずになってますね。これもなんだ。これビルダーパズルの中にこれマグネブロックと引っ張りマグネみたいなのいっぱいあったんで、多分白 G が研究してたやつだと思うんですよね。え、あ、でも青がまだどっかにあるはず。どれだろう。お、あ、しまっちゃった。青色、青色。あ、これ、今のだ。これだ。いや、違う、石野くん、ごめん。間違えてる。なんとなく声をかけた。いや、間違ったんだ。ごめんね。まだまだ満足してないぜ。読む。遠ざけの極意。これが青のブロックですね。物を動かしたいと思ったことはないか。私はある。そこで私は長年の研究で開発したマグネブロックを遠ざけることができる。遠ざけマグネをここに記録しておく。遠ざけライフって。これで全部かな。多分全部ですよね。遠ざけマグネ横、上、下のレシピをひらめきました。なんか面白い研究室になってた感じかな。ここはあの生活スペースだとばかり思っていたんですけど、これ白 G とかが作った部屋なんだと思うんだけど、どこから入るんだろう。なんか入り口が特にあるわけじゃないので、もしかしたらあのさっと消えていつもここにいるのかも。あとちょっと見えにくかったんですけど、お墓になってるところがあるんですよね。あれが何かなっていうのが結構気になっているところです。白 G だったら白 G のお墓なのか、でもお墓作ってあるってことは他の誰かなのか。いや、どうなんでしょう、まあ、とりあえず次に向かいたいと思います。はい、ここからはクリア後の要素行ってみたいと思います。空っぽ島では今見た感じできなかったんで、船で移動します。行き先はモンゾーラ。ここ隠し要素の一つになるみたいなんですが、クリア後にとある方を仲間にできるということなので、今回はそれをやっていきたいと思います。なんか指導くんがいないね。これあれかな、船の出発指導くん待ち、なんかそんな気がする。あ、やっぱり指導くん待ちだったみたいです。では行きましょう。
到着。なんか久しぶり。分なんですけど、拠点にいるんじゃないかなと思うので、拠点に移動したいと思います。で、ここで仲間になる人なんですが、王女です。ムーンブルグの王様とか、あとシロジーも王女の話をしてたと思うんですが、モンゾーラになんとムーンブルグの王女がいるので、今回はですね、王女を仲間にするために一度戻ってきました。体重でかくてすぐどこにあるかわかるね。到着。多分いると思うんで、周りを探してみたいと思います。あ、そっか、戦闘の後だったからこうなってるんだ。なんかいっぱい落ちてる。ハートがたくさん。で、私が今探してるの、犬なんですけど、名前をつけたストーリー2に出てきて中堅だったあのワンコを今探してるとこです。いなくない？あれ？どこに行っちゃったんだろう。多分いると思うんだけどな。犬。あれ？あ、本当にいない。いや、でもそんなことないよね。どこだろう。影になってるとかかな。あれ？え、どこ行っちゃったの？あ、いた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 。やっと発見。 ストーリー中に名前をつけたこのワンコ、あることをすると変わります。これね、ストーリーの途中でもしかしたらあれおかしいなって思ってた方もいたかもしれないんですけど、ワンワン鳴く感じがなんかちょっとおかしいですよね。絶対気づかなかったんですが、これラーの鏡を見せると、なんとムーンブルグの王女になります。ああ、これはラーの鏡で私にかかっていた呪いを解いてくれたのだな。え、君は誰かだって？なんてひどい。あなたの中継スラリンじゃないか。実は私は教団の呪いで長らく犬にされていたんだ。呪いを解いてくれて感謝するよ。思い出すな、君と指導と3人で湿地帯を駆け回った日々を。でもこれからは人間として一緒に暮らせるよ。改めてよろしく頼む。私、本当の名前は別にあるのだが、つけてくれた名前すごく気に入ってるんだ。指輪は今のままでいいけど、犬自体のあんなことやこんなことは少し恥ずかしい。お願いだ、どうか忘れてくれ。あんなことやこんなことについて詳しく知りたいんだけど、そんなことあったっけ？シドウと一緒にハーゴンを倒して世界を作り直したって？一緒に種を探していた時からやり遂げる人間だと思っていたが、実は私、犬自体の癖が抜けないのだ。空っぽ島には今すぐ行きたい、わわわ。気が向いたら誘ってくれって言われてるんですけど、これ、あれかな、島から一緒に船で移動なのかな、それともちょっと違うやり方の方なのかな。いや、気が向いてる、一緒に帰ろう。ということで、ムーンブルグの王女は呪いで犬にされて、モンゾーラにいたっていう結末になりました。で、空っぽ島に連れて帰れれば王様とも再会できるので、これクリア後にまだやってなかったなっていう方は是非やってみてはいかがでしょうか。とりあえず帰ろう。もしかしたら船のところで3人で一緒に帰るかもしれないんで、移動してみます。あ、いないね。ってことは引っ越しの方かな。引っ越しさせましょう。なんか王様との再会とかのイベントこの先あったりするのかな、気になる。とりあえず急いで帰ります。到着。はい、では、みんながいるところに行って名簿を見たいと思います。ただいまー。多分こっちで移動だと思うんで、探そう。スラリン、あ、いたいた、姿が変わってる、かわいい。これ今モンゾーラにいるんで、空っぽ島に引っ越し、あ、来た！よろしくね。ってことで、
引っ越しできました。わんわんわん言ってる。君の島はどこから見ても素晴らしいな。もちろん犬もね。ということで今回はクリア後の要素でムーンブログ王女を仲間にしてみました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!